産型のガンダムって結局量産してなくない？に対するみんなの反応集ではどうぞ。変形機から変形をオミットする。変形機構なくしたけどコスト高くて生産計画中止、死ぬほど嫌い。量産型ゼータとダブルゼータとニュー、全部このパターンじゃなかった？ニューは変形機構関係ないけど、量産型ニューはコスト関係なく第二次ネオ、ジオン構想が長期間続いたらジェガンだけじゃ戦力が足りないからって計画立てたけど、ニューガンダム完成して1から2週間で決着ついちゃったんで、そもそもの前提が吹っ飛んだ。変形機構なくせばそれだけでコストダウンになりそうなもんなのに、なんでコスト高くなるんだろ。変形機構なくしてもまだ高いって話では、再設計過程で無理が出るんじゃないか。変形機構なくした代わりに量産機としては高い性能持たせようってなったら、結局コスト合わないという本末転倒な結果に。先進機構を盛り込んだハイエンド機を無理やりコストカットしたら、まあ堅牢にはなるだろうけどさ。変形機構のメンテとか整備士が泣くので SFS でいいよねってなる。量産ダブルゼータはそれビームサーベル抜けるの？って届かなくない？右腰のがサーベルなんだ、肩のはビームキャノンだ。肩のビームキャノン死ぬほど使いにくそう。前方に向くんでその回転機構無駄じゃね？と思わなくもないが、アッシマーはアンプ車になってのに変形は残して、空軍とか限定的に運用するのであれば生き残れるということだろう。主力の汎用兵器として可変機を大量生産するのは無理。パッツってダブルゼータと内部フレームから別物だったりするんだろうか？ハリボテ言われてるぐらいだから中身違うんじゃねえの。フレーム材にガンダリウム使ってないとか書いてたような。そんな設定はないよ。装甲材のガンダリウムが実際のフルアーマー用のよりワンランク落ちるっていうのがあるだけ。リゼル、メタス先輩ありがとう。メタス、お前俺と全然違う構造してるよな。ガンキャノンディテクター、メタス先輩すげーっす。マジリスペクトっす。元のメタスの変形とは似ても似つかないよねこいつ。変形機の変形をオミットしたモビルスーツ設計するくらいなら普通の機体でいいじゃない。量産ダブルゼータなんて変形できないなら、その足の形の必要性ある？これだったらジムの発展型作った方が早いんでしょ。恐竜的進化の最中だから、ジムの発展型だと設計思想が古いとかになりそうと思ったら、ジェダとかジェガンとかジェスタがこの後控えてたわ。ジェガン、結局変にいじるより基本に忠実なのが一番なんだぜ。ゼータやダブルゼータを量産化しようとしたらジェガンができてた。量産型ダブルゼータは高出力への耐久テストを兼ねてるから、まだしも量産型ゼータの存在意義はマジで謎すぎる。解決策。量産型ゼータという夢を諦めずにしぶとく開発続けて、リゼル正式採用されるまでの流れをプロジェクト X 的な外伝にしてダム A あたりでやってほしい。ゼータプラスはいいものだ。宇宙行けたっけ？宇宙用も地上用もどっちもあるよ。行く必要ある？大気圏内と宇宙で使い分ければいいじゃん。ゼータガンダム全否定かよ。戦闘しながらの大気圏突入なんてよっぽどのことがなきゃ機会はないでしょ。量産機体を配備できるぐらい宇宙、地上双方に余裕があるなら、それぞれに特化した機体を配備する方が効率的。ズプラス AH が図を大気圏用にカラバが再設計したものよね。ズプラスク1が AH が好評だったんで宇宙用に再設計だっけ？ B ってあった？練習機。ゼータプラスは A が大気圏内容、 B が複座型練習機、 BN は探査の爆撃機で練習機でもない。 C が宇宙用、 C4 は大気圏用、 E が早期警戒用、 R はリガピのプロト、B は大気圏突入できる、 S には無人機、多分こんな感じ。量産型ゼータは何この、何って感じだけど、量産型ダブルゼータはなあ仲悪くなさそうに見える。フルアーマー化したらパージしても変形できなくなるゼータ、
変形機構のせいで脆いのを補うコンセプトだけど、変形できなくしたら本末転倒というか、なんというか新規で一体作るよりはコストが安いのかもしれんが、量産型ジータガンダムって神優のジータガンダムの量産型ではなく非変形のプロトジータをベースにしてたんじゃ。そういう設定だからなくしたんじゃなく最初からない。そもそも変形機であるゼータのプロトタイプがなんで変形機構ないんだ。単にマーク2でムーバブルフレームの技術手に入ったから、プロトゼータをベースにゼータを再設計したって話なので、もともと変形プランはあって、その上で技術的に無理だわになって非変形モビルスーツ案に派生矢印100式マーク2手に入れたので、変形案が復活矢印ゼータガンダムって感じの系譜だな。確かシータプラスという名前のせいでゼータゼータ間に薄い不遇のゼータゼータプラス。結局出力ケチるならガンダムの量産型にこだわる必要なくね。ガンダムから取ったデータで事務系作った方がマシにしかならないというか、ガンダム分に何求めるのか。でかいからドップの占有面積広いです。ワンオフ機体多いので修理交換が面倒です。変形機構のせいで壊れるリスク高いです。ゼータからダブルゼータ時代はやっぱおかしいって。ジオンとか無茶な量産機計画そんなないイメージ。可変機のガザシートガザ D を主力量産機として大量生産してた連中だぞ。作業用モビルスーツの改造機とその発展型だぞ。最新技術のムーバブルフレームで変形してるのとはわけが違う。ガザ C はかなりの欠陥機だしなぁ。改良型のガザ D はめっちゃ優秀。究極点。そうだね、ジオンは無難だね。ネオジオン、ザクさんより火力あるこっちにするわ。量産化困難って書いてる。ドーベンウルフが回収されてガンダムヘッドのモビルスーツとして生まれ変わるのはちょっとグッとくる。量産型キュベレイといいアクシズは頭おかしい。アクシズは1年足らずでムーバブル。フレーム提供前の第1世代キュベレイから第4世代の量産型キュベレイへ再設計するの頭おかしい。量産型ダブルゼータは間違いなく性能はいいんだが過剰性能じゃね？って言われて量産されなかった珍しい機体。まず元が超高コストなもんだから少々安くなってもな。まず必要かどうか検討してから計画立てられませんかね。必要になった時に計画して量産しても遅いんだよ。ただジムの機体としての寿命が来てて、モビルスーツのトレンドが恐竜的進化だったから必要としたから量産を検討する方のある機体では十分あったと思う。いや性能は要求をクリアしたけど高コストで量産されなかった。まあネオジオンの化け物機体を見ると弱体化して人手不足なエウゴだとこれでも足りん気がするが、高い部品や素材使ってるとか加工に時間がかかるとか再設計するの面倒くせえとか、そもそもこれ作った連中量産前提に考えてねえってことか。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。